はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりでございます。えっ、ー、と、今日はですね、えー、ウェブサイトに、えー、新しい機能を追加しましたんで、その使い方とかを説明したいと思います。まず、こう、えー、最初のページなんですけどで、その右下の方にですね、ここにチャットができる、えー、機能をつけました。 こういうふうにあの開いていただいて、こう送っていただくと、えっ、ー、とですね、ここに文字を入れます。でそして、えー、ここで質問してくだされば、えー、私の方でですねあの、回答できます。また、えー、簡単な質問については、機械的な回答が送られていきます。えー、その場でですね、あこういうことを聞いてみたいなということ、ところは、 気軽にこのチャットの、えー、ウィンドウを使ってですねあの、質問してくださればと思います。も,う少もっと気軽にこう使っていただきたいなということで、えー、こういう機能をつけてみました。ぜひ利用してください。はい、えー。それからですね、もう一つ、えー、とこのような、えー、よくある質問ということで、 えー、最新版を、えー、作りました。で、えー、最近ですね、えー、多い質問をあいくつかピックアップして、えー、回答しておきましたのでまたこちらもご覧いただければと思います。でこのようにですね、えーと、ここのプラスのボタンをクリックしていただければ回答が見れますんでこういうふうに、えー、順次。 あの見てくださればと思います。かなり重要なことが書かれていますんで、ぜひ皆さんあの読んでいただきたいなと思います。はい、えー、はい今日はえっ、ー、とこの辺で、えー、終わりたいと思います。はい今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。